大変申し訳ございませんでした。すみません。寝坊しました。すいませんでした。やってしまいました。完全にやってしまいました。まさか、こんなことが起きてしまうなんて、通話をかけたいと思います。まあ、ちょっとね、何を隠そう。今日、うちを起こしてくれたのは、桜みこしでした。おはようございます。先ほどは大変失礼いたしました。ありがとうございました。本当に。みこが起こすことになるなんてな。なんか電話したらさ、やばい。今起きた。どうしよう。大丈夫大丈夫、みおちゃん。まだ5分だから、許容範囲ではきっと大丈夫だよって。どうしよう。やばいやばい。こんなみおちゃんなかなか見ないでと思ってさ。いやー。面白かったな。いやでも、ぶっちゃけん5分前でも許容範囲だよ。うん、本当ですか？で、みこは、まあ、配信始めとき、だいたい、3分ぐらい遅刻してるから、ね。そうなんですか？だから、もうちょっと3分ぐらい、にょ、みこち、起きてるか？みたいな感じで、やべと思って、配信開始して、何事もなかったから、にゃはよーって。開始まで多分ね、5分ぐらいかかってるからね、同じようなもんやね。あ、でも本当に助かります。助かりました。ありがとうございました。いいんだよ。ニコのこと、エニートって言ってくれるかな？ちょっと今年1年は逆らえないので、今年1年はちゃんとエリートと呼びたいと思います。やったぜー！はーい！よっ！エリートも！さくらみこさん！はーい！もうねー、ありがとう。じゃあ、頑張ってね、これからも。はい。頑張らせていただきます。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。